こんにちは。笑ったの。別に深い意味はない。こんにちは。今回はこちら、もうね見えてる、こちらの2株を題材にした動画です。これね、まあもう詳しい方ならわかるかと思うんですが、パキポディウムウィンゾリーですね。なんていうんですか、ウィンゾリーらしい樹形の株です。で、こっちも、ウィンゾリーです。まあこれネットで買ったんですけど、まあそれぞれね違う方から購入したウィンゾリーになります。まあこっちは元から結構こう丸っこい、形をしたウィンゾリーで、こっちはこういう棒状のウィンゾリーでした。で、なんでこれ2つ買ったかっていうと、まあこういうねウィンゾリー結構ネットであるんですけど、じゃあこのウィンゾリーは果たしてこういう風になるのかっていうのをちょっと検証したいなと思って、購入しました。種からね、こうまあどっちも未生なんですけど、未生の初期段階で結構太ってくるやつは太ってきて、でこれね最初からうまく育てれば丸くなるんですけど、こういうねもうすでに細く伸びてしまったやつ、こういうのってどうなるのかなと思って、まあ実験がてらちょっと買ってみました。まあ買ってみましたって言っても買ったの去年なんですけど、1年過ごしてこれだけ太くなりました。ビフォーはありません、もうアフターしかないんですけど、まあこれぐらいの細さで買ったのが今これぐらいの太さになったよっていう、ほんとちょっとだけですけど太くなったかな。今年はねちゃんと記録に残そうと思って今動画回してます。ほんとそれだけです。まあ、これがほんとどうなるのかっていうのは今撮って、で今年1年、また今後2年3年4年10年どうなっていくのかなっていう、もう長い検証として今動画撮ってます。なんかねウィンゾリーメルカリではもう出品できなくなったみたいで、もう2ヶ月ぐらい前だけど、ウィンゾリーってサイテス1に、記録されてて、1ってもうあの野生採取が基本的に禁止で、野生個体の採取ができない状況になってるんですね。野生個体ができないだけで、こう未生っていうのは別に販売してもいいわけでなんですけど、やっぱこうウィンゾリーも大きくなってくると未生、現地株分かんなくなってくるぐらいちゃんと育てればいい株になっていきますんで、そうなってくるとメルカリ側としては違法な野生個体を販売しているっていうことにつながりかねないので、多分全てをシャットアウトしたんじゃないかなっていう意見がネットに多く転がってました。まあ多分ね本当にその通りだと思うんですけど、大手のああいうフリマサイト、まあ一つ一つしっかりと、これはじゃあ未生ですか、で未生じゃないです、じゃあ未生ですか、これ未生です、その、ね、未生未生じゃないっていう販売者側からの意見があっても、結局それにエビデンスがなかったらね、何の意味もない。野生個体でも未生ですって言ったらもうそれだけの話になっちゃうんで、そういう事故がね起こらないためにも、こうウィンゾリーを一律で禁止したっていうことですね。でウィンゾリーって一応あの変種個体、まあ、地域差ある個体になってるんですね。ウィンゾリーはこう丸く育ちやすい特徴を持ってて、でこっちが、まあ、基本種バロニーですね。パキポディウムバロニーで、こっちは棒状に育ちやすい、こうあまりねボテッとしたボディができづらいパキポディウムなんですけど、うまく育てれば丸くなるみたいで、一応ね2つ、2種類買ってみて、どっちも同じぐらいな太さからスタートしてどうなるのかっていうのを、これまた検証として管理してます。これもね去年買って、棒状だったのが一応これぐらい太くなりました。これもねビフォーはありません、全てこの1年間の記録はありませんので、この1年どうなったかっていうのは分かりません。皆さんにはね、僕は分かります。僕はもうほんとこれぐらいの細いところから、育てたので、去年の成長っていうのは分かってるんですが、皆さんにお見せできるものはちょっとないので、こっからスタートだと思ってください。これでねあと1年どう成長していくか、今度はちゃんと今こう動画撮ってますので、冬に1回この夏の間の成長っていうのを見せていこうかなと思います。記録としてしっかり残していきたいと思います。ということで今回はねウィンゾリーの育て方、まあ、記録検証だねの動画です。これからの報告を楽しみにしていてください。ではまた、バイバイ。